めちゃゆっくりだな。ここでなんかイベントが始まるんだろうか。ゴーマンさんやん。どういう、なんかめちゃくちゃ内股ですね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。てことで、実は前回の撮影からめちゃくちゃ時間が空いたんやけど、ちょっと、めちゃくちゃ時間が空いたんやけど、私は、財布のサイズアップをしたい。で、前回お金を預けて終わったんかな？何ルピー預けたんやっけ？ 99 か？そんなに溜まっとった？溜まってなかったかな？で、財布のサイズアップをするためには、ここの銀行に200ルピー以上預けたら、へえ、びっくり。あ、そっか、もうラストの日か。200ルピー以上預けたら財布のサイズアップができる。ということらしいけん、ちょっとそうしようと思うんやけど、147か、今。オッケーオッケー。まあ、あとちょっとやね。はい。じゃあ、まあ、200ルピー預けますか。まあ、いけたやろ。140なんぼとかやったよね。あ、こっちや、こっち。あ、ちょうどいいとこに入ったね。はい、預けます。なんや、なんか妖怪な。ルピーを預ける。悪いけど、ちょっとよう体見せて。どうぞどうぞ。あー、アイラさん。確か147ルピー預けてもらってるアンちゃんや。また預けてくれるんか？よっしゃ。で、何本預けてくれるん？怖い怖い。70預けましょう。ほんまに70ルピー預けるんか？ここだけ、ね、ここだけではないけど、何回初日に戻っても、預けた金額がちゃんと引き継がれる、不思議な。ほんま、大きに大きに。この人の記憶も何気に引き継がれとるもんね。何ルピー預けてもらったみたいな。これであんちゃんから預かったのは全部で217ルピーや。なんや、もう200ルピー溜まってるかな。あんちゃん、粗品やけど、これ受け取ってや。来たか。やった！大人の財布を手に入れた。大人用だからルピーがたくさん入る。200ルピーまで持てるようだ。あざす。前よりたくさん入るやろ。それにたくさん入れて預けに来てや。ひひひ。やったね。これで。あそこの左下のところのさ、ルピーの色変わった？さっきまで緑じゃなかった？え、違ったかな？よく覚えてねえや。でももう最終日の3時やけん。どうしよっかな。どうせ預けたお金は引き継がれるもんね。初日に戻ろっかな。まあ、ギリギリまでやっていくっていうのもあれはいいけど。でも、ここで手に入れたアイテムは引き継がれんもんね。まあ、この空き瓶は引き継がれるけど。空き瓶とか何を今までにゲットしたみたいな履歴は残るけどさ。あ、で、あれよ。何やった？ギブドがいいよった。まあ、一つは、なんか元気が出る青いもの。まあ、それは青い薬やなってすごい思ったんやけど、もう一個いいよった。なんてポリポリやっけ。何のポリポリやった？何かしら。美味しいポリポリ？できれば、五つみたいな。あれさ、これ、魔法の豆？なんよね。魔法の豆ってどこでゲットするんやった？魔法の豆？魔法の豆って誰か売ってくれるっけ？ショップとかあんまり利用しなさすぎてどこが何なんだかよく、剣道場だったわ、ここは。痛い。出してここは何屋さんでしょうか？ポストハウス。あ、ポストハウスね。うんうん。あ、で、ちなみに、何やったっけ？あれよ。イカーナの方で、キツネのお面被った男の子？この街にもおった。あの男の子がおって、まあ、なんか、サコンのアジトやった？に入るみたいな。時間経過で開くんかなみたいなんやったけどさ、あれ、なんか、
1日目から、そう、最終日までかな、繋がっとる、すごいなんか、壮大なストーリーがあるっぽくて、まあ別に、多分、クリアせんでも、ストーリー的には影響はないんかな。まあなんか、楽しみの一つ的な感じ？え、そうなんかな？わからん、サブイベントなんかかなんかがあるっぽいんやけど、それもなんか、見たいよね。そう、初日からのなんか投資イベントみたいなのがあるっぽくて、そう、やっぱこの街にさ、ひょこっと現れただけやったら、まあ別にいっか、特に何もないんかなーみたいな。あるっぽく見せて実はないんかなとか思うんやけど、でもイカーナの方にまでね、ちらっと出てこられたらちょっと気になるやん、めっちゃ。どうしよっかなー。ま、とりあえず初日戻るか。財布も変わったし、初日戻ります？一旦セーブしとこう。どこでもセーブね。で、まあ、でも、せっかく初日に戻るんなら、ちょっと、あの男の子、なんか名前明らかになっとったよね。多分。これか？ボンバーズ団員手帳。あ、これや、これ。カーフェイ。街の洗濯場に現れる不思議な少年。あれ、洗濯場やった。え、これなんなん？てか、私手帳初めて開いた気がするんやけど、ね、これ何？タイムスケジュールかなんか？屋上の助っ人を引き受ける。夜2時半にお化け退治の助っ人。ちゃんとなんか、てか、私人物埋めてなさすぎじゃね？多分これ全部埋まっていくよね。こんな間空くことないよね。人物埋めてなさすぎじゃね？なんこれ、ぐるぐるさん、傲慢一座の音楽係、作曲もか。傲慢一座？傲慢一座ってなんだ？傲慢兄弟。傲慢一座って何？このなんか、右端にさ、なんかこれ何なのやろ？星マーク、プレゼントみたいな。なんかそのマークが出てるやつは、このキャラクターのイベントは全て終わりましたよっていうこと？なんか？ブレーメン町の選択は過去にあった罪の告白を聞いたお礼。そんなことのお礼にブレーメンもらったんやっけ？全然覚えてねえや。これがまああれか。お面イベントってことか。ふんふんふん。なんかあれだよね。最後まで行ってないイベントだらけやね。あ、一応キャラクターここまで？でもめちゃくちゃあるな。このびっくりマークがついてるやつは、イベントは発生したけどクリアしてないっていうことか。ここはもう全部、ボンバーズはね、全部クリアして、カフェイ。うん。まあ、最初から追うと、なんか一つの物語になっとるらしいけん、まあ、どうせ初日に戻るんならちょっとそこ、気になるけんさ気になるけんさちょっとそこのストーリー追ってみようや。一応サブストーリーに移るね。サブストーリーに移るね。まあ、いつでも初日に戻れるけんさ。よし、行こう。曲どれやったっけ？時の歌でいいんやっけ？右へ下。よし。セーブして最初の朝に戻ります。最初の朝、あと72時間。はい、クロックタウンにやってきた。で、この、クロックタウン、ちょっと待って。とりあえず、一旦時の流れをゆっくりにしよう。下へ右。あ、来た！ちょっと待って。下へ右。もうすでに今、ちらっと、カフェイが現れたよ。はい、時の逆さ歌で、時の流れを遅くします。よし。まあ、とりあえず、今回は、この、カフェイの、
ストーリーを全体的に3日間通してかな、ちょっと追っていこう、追っていきますってことで、まずは1日目、ここのクロックタウンで、カフェが出てくると、ここが多分初めましてなんかな。まあでも初日に戻ってきて一番最初に目撃やもんね。そうか、今もうカフェの記憶に私はないんだな。で、ここからこのカフェのストーリーが始まる。実際にこれ会話はできんっぽいけど、まあカフェという存在を自分が知るという、まあ名前は知らんけどね、まだこの時点では。で、そうなんよ、なんかこの子さ、ポストに手紙を入れようんやけど、それが一体、あ、ごめんね、それは一体誰宛ての手紙なんだい誰宛ての手紙なんだい。で、ここで手紙を入れて、あ、なんかめっちゃ早足になった、急にえ、なんか急に、まあ洗い場、洗濯場、家に戻るんだね。あそこ洗濯場ってことは何、なんかクリーニング屋の息子か何か、男の子よねもう男の少年って書いとったよね、え、確か。で、次に、どこだ、どこでしたっけあ、多分 こっちか、蝶々さんの家に、うわー、びっくりした、忘れてた、いいよいいよ、来なくても。蝶々さんの家に行かんといかんのやけど、でもそれも確か時間経過が必要なイベントやったはずやけん、とりあえず一旦、蝶々さんの家どこちょっと待って勝手にマップで見て一番奥かなって思ったけど、思ったんやけどさ、これってフックショットで撮れる？違う違う違う、空き瓶出すな、これこれ、もしや撮れない？え、撮れん感じ？これ撮れろよー、硬っえ、全然撮れんのや、マジで？マジか。え、だってさ、あれやんね、スーパーファミコンか、スーファミのゼルダではさ、フックショットでアイテム普通に引き寄せれよったことない？左側やったんかな？え、どこや？わからん。蝶々の家はどこですか？あったー、あったよ。え、何回も私目の前通りよったな。ちょっともうちょっとわかりやすくしてくれんかな、蝶々さんの家。もうちょいわかりやすくしてくれていいよ。ここだ、ここ、ここ。あ、でもまだ時間があれか。10時からなんよね。蝶々の家に行くのが。ってことは、ちょっと一旦時間、早めるね。はい。まあ、でも、1時間ぐらいやけん、あっという間やんね。戻してから。で、ここで10時になるのを待ちます。あれ？え、これ蝶々？傲慢兄弟じゃない？違う？邪魔邪魔、わしは忙しいんだよ。旅一座の座長、傲慢さん、団員手帳に書き込んだ。旅一座の座長、傲慢さん？え、傲慢兄弟とは別の人？え？ん？ん？別の傲慢さん？え、なに？どういうこと？旅一座？なんかよくわからんけど、新たなキャラとして書き込まれたんかな。ってことは、ここから何かイベントがまた。めちゃゆっくりだな。ここでなんかイベントが始まるんだろうか。傲慢さんやん。どういう、なんかめちゃくちゃ内股ですね。ねえ、何してんの？おー、なんかちょっとイベントが。
傲慢一座のものですが、今日奥様にお会いする約束が。はあ、そうですか。いいんじゃないですか？入っても。適当。え、そんな感じでいいんすか？怖い怖い。不審者やったらどうするん？いらっしゃい。何かご用。この人初めて見た？今まで受付に人おったことないよね。もしかしてトイレに閉じこもっとった人？違う？左の部屋が町長さんのお部屋。なんか、会議っていうの？してるみたいなんですよ。左？右の部屋が応接間兼アロマ夫人の事務所。アポなしで入ったらおばさんに怒られますよ。おばさん。若い子って感じの。私が、会いたい用事があるのはアロマ夫人らしいんやけど、右側がアロマ夫人の応接間って言ったよね。入ります、アポなしで。何これ？え、カエル？おたまじゃくし？あ、間違えた。ちょ、待って。最近どう？ヒレの湿り具合は。ヒレないんすよ、私。あ、これは我々ゾーラ族の業界の挨拶。失礼。私、バンドダルブルーのマネージャー、トトです。はっ！あれか。あいつらのってことやろ？ルルたちのバンドってことやろ？なんかすごいね。いろいろキャラクターが、出てきて、本当に、まあ、そりゃ同じ世界やけんさ。当たり前なんやけど、すごいなんかいろいろ繋がるんやな。名刺切らしちゃってるんで、挨拶だけ。ダルブルーは我がゾーラ族の誇るスーパーバンドでね。多くの名曲を世に送り出した。有名なところで言えば、風の魚って曲知ってるよね。え、知らない？本当に？あんな有名なのに？今回の公演がキャンセルにならなきゃ、君に聞いてもらえたんだけどね。残念だね。おー、マネージャートトさん、団員手帳に書き込んだ。この人もなんかストーリーに関係してくるんかな？もしかしてバンドのストーリーに関係する？わからん。本当にキャラクター全然湧いてなかったんよね。マネージャーとか存在したんや。待って、その、風の魚とかいう曲は覚えてないの？風の、魚、ないな。潮騒のぼさん。で、一旦さ、なんかゾーラのお面かぶって話しかけてみようや。ゾーラのお面。ミカオに似とんやろ、これ。あれ、ミカオ？違うの？あんまり似てたんで、ごめんごめん。君は魚の買い付けかい？海があんなんじゃね。あー、まあなんかめちゃくちゃ押し戻されよったもんね。街の臭い魚で我慢するしかないよな。それをちょうちょう夫人の前で言います？ゾーラホールに帰ったらみんなによろしく言ってくれ。しかしよく似てるね。まあね、ミカオから作られたお面なんで。これがそのアロマ夫人？なんか思っとった感じと違うな。もっとスラッとした感じを思い描いてたんだが。あら、あなた見学の方？それともお願いしていた人探しのプロの方かしら？人探しのプロ？なに、ねえ、その髪の毛どういう仕組み？めっちゃグリングリンなりよるけど。え、なんか人探ししてるの？そうね、そうね、そうよね。だってあなたプロの顔しているもの。あ、なんかプロと認定された。あらやだ、忘れていたわ。探す人の特徴よね。そうそう、わかってるわ。捜索を依頼したいのは、私の息子のカーフェイよ。知ってるでしょ？息子？カフェ、蝶々の息子なの？え？いたよ、さっき。ポストに手紙出してたけど。もしかしてなんか、家出はしとんか。家出して、なんか遠くから手紙を送ってきよる風に見せかけてあそこのポストに入れよる？知らないの？そうなの？一月前に姿が見えなくなったの。大変なの。私心配で心配で、食べ物が喉に疲れて、体重が2キロも減りましたよ。本当に？もともとどんだけ、2キロ？そんなに減ってなくない？わからん。私の中での2キロって全然減ってないんやけど。そんなことは聞いてない？あら、ごめん、遊ばせ。どうなの？探してくださる？ま、探すんでしょうね。このサブストーリーの中では。はい、探します。あら、そうよね。プロだもの。じゃあ、お願いね。怖い。カフェのお面と人探しを押し付けられた。表現の仕方。
なんかすごい顔をそのまま剥ぎましたみたいな感じで怖いな。行方不明のカーフェイ、かぶって聞き込みをしてみよう。町長の奥さんアルマ夫人、来院手帳に書き込んだ。ふんふんふん。プロの仕事を引き受けた。団員手帳に書き込んだ。プロの仕事をこんな子供が引き受けちゃったよ。大丈夫なのか。どんな感じになるんかな。うわ、本当につけただけって感じ。あら、あなた。カーフェを探すようにお願いした方ね。それで何か分かったの？え、何なの？収穫ゼロ？そりゃね、目の前から動いてないですからまだ。いやね、もう、頑張ってちょうだいね。頑張りましょうか、じゃあ。ゴーマンさんはアルマ夫人の部屋に用があるのか？やっぱこの時間の流れをさ、遅くしたけん、歩くスピードもめっちゃ遅くなったんよね。多分これでアルマ夫人の部屋に入ってって、またなんか話し合いみたいな始まるってことよね。ゴーマン一座サーカスみたいな感じかな。なんか団員手帳にも書き込まれとったよね。なんか作曲しよる人みたいな。部屋の中に入っていった後も足音聞こえるんやな。なんかストーリー進む？もっそゆっくりゆっくり。とりあえず止まったら話しかけてみようか。止まらないんですか？アロマ夫人の前、お、話し出した話し出した。アロマ奥様、ゴーマンでございます。お久しぶりでございます。今回の時のカーニバル、ん？時のカーニバル、興行をよろしくお願いいたします。あらやだ、ゴーマン、ちょっと大変よ。と申しますと、あなたのところにお願いしたステージの前座だけど。ああ。キャンセルになったの、たった今。おお。なんですと？私から説明しましょう。いや、失礼。あ、ん？私は今回ショーを務めさせていただく予定でした。ゾーラバンドダルブルーのマネージャーのトトです。あ、バンドがああいう状態になっとる。まあ、ルルが歌えん状態になっとるけん、中止ってこと？そういうなんか、ストーリーの裏側があったんですね。今朝お月になったの。実はグレートベイの海岸で異変が起こりまして、私どもダルブルーの歌姫ルルが、異変のため声を失ってしまったのです。なぜ？なぜなの？詳しくは長くなりますので差し控えます。とにかく、今回の時のカーニバル興行、キャンセルさせていただきます。あれやんね、なんか裏側のストーリーを何も知らずに、こう、淡々とメインストーリーだけを追ってきよる感じやったけど、ちゃんとなんか、あるんやね。深い話があるんですね。なんかそこに関係してくるような。ほらね。ということは、ゴーマン一座は、お仕事は、出番なしってこと。そんな。以上よ、ゴーマン。また来年ね。私別件で忙しいの。まあね、息子が行方不明になっとるのにカーニバルとか言える場合じゃないよね。いや、ゴーマン一座は一体どうしたら？ゴーマン、くどいのは顔だけにしときなさいよ。いやね、もう。まあ、お互い様な感じやけどね。くどい顔は。ここのストーリーはこれで終了という感じかな。おろおろしてる。ゴーマンおろおろしてる。やったー、何人目？おばさんしつこい。だから、カーフェ、アンジュとの結婚ペケしたいんじゃないですか？アンジュとの結婚？カーフェイ？結婚？あれ、子供じゃないの？めちゃくちゃ、え？ああ、でもまあ確かに、イカーナの方で会った時に初めて会話をしたけど、しっかりした感じではあったよね。私勝手にさ、まあ、初めて会った時から、小学校低学年ぐらいの感じ、なんなら幼稚園児ぐらいの感じかなって思ったけど、なるほど。10代後半とかそれぐらい？
いいんじゃない？彼そうしたいんだから。無粋ですよ。ん？無粋じゃない。無粋ですよ、もう。無粋って、ブスって意味になるやんね。粋じゃないってことよね。アンジュって誰だ？結婚をペケしたい。この姿でさ、チョウチョウさんの方行ったら、なんか怖いな。すでにほとんどの住人は自主的に避難をしました。チョウチョウの指示を待ちきれずにね。多分このイベントは見たやつやんね。行方不明になった息子の仮面をかぶったやつがいるというのにさ、全然反応してくれんやん、チョウチョウ。